あとお部屋、みんなのお部屋みたい。お部屋、お部屋選手権しよう。お部屋選手権、誰が一番お部屋か。え、じゃあお部屋大好きなんだよ。お部屋もう毎回言ってるんだけど、これほんとうるさい、うるさくて申し訳ないんだけど、お部屋、お部屋ほんと好きなの、みんなのお部屋の。いや、もうね、なんだろうって、キモいかもしんないんだけど、お部屋のみんなの写真だけじゃなくて、実は匂いも嗅ぎたいもんだって。うん。いや、生活感あふれる部屋ってすごく好きなの。お部屋、うん。え、絶対にいい匂いがするんだって。田舎のおばあちゃんちの匂いがしそうなんよね。ルシアはあれを求めてるんだよな。田舎の匂いみたいな。そう。嘘って言って。え？嘘つけない。嘘つけない。どうしよう。え、匂い好きすぎてみんながくれる手紙匂い嗅いでんだよね。ごめんね。でもすごいいい匂いがする。うん。みんな手紙くれたり、年賀状くれたりしたんだけど、今年、去年。届いたの、去年と今年届いたんだけど、え、手紙マジでみんな、なんかそれぞれのみんなの匂いがして、あ、みんな帰んないで、行かないで、消えないで。あ、そう。でね、なんかね、やっぱお家の匂いとかしたりするんだよね。でもたまらんくて、それが。でも本当好きすぎて、缶箱に入れてるんだ。うん。しかもその缶箱はもう、クッキーとかの匂いすらも一回取り除くために、外に一回干すんだよ、缶箱を。で、無の状態にしてからその中に入れてる。ん？あ、ごめん、嫌だったら言って、もう匂い嗅がないから。そう。え、めっちゃいい匂いがするんだよ。じゃあ次はギューしてをして手紙出すね。大丈夫？手紙ぐちゃぐちゃになんない？え、何？ぐちゃぐちゃに大丈夫か？レシア不安になるのに大丈夫かつって。イライラして書いたんかつって。書いていいよ。ほんとありがとう。え、なんかね、ほんといい、なんかいい匂いするお手紙と、お家の匂いがして安心するお手紙と、あとなんかね、やっぱね、なんていうのかな。なんかエキゾチックな匂いする、したのもあったんだよね。なんか、海外みたいなさ、不思議な匂いしたんだよ。なんだったの？海外勢じゃなかったんだけどね。うんうん。お香とか炊いたのかな？え、すごいいい匂いだった。お香っぽい匂いがしたんだよ。え、甘い匂いとかいるんだよ。めちゃくちゃ甘い匂いとかいるの。あれな、わざとつけてんのあれ。へぇー、でもすごいいい匂いするよ、みんな。